おざす、ティッシスンです。さて今回もねやっていきましょう、ザ・ファイナルズ。いやこれめっちゃおもろいっすわ。はい、かなりハマってます個人的に。でそんな中でね、ちょっと今回は初心者さん向けの動画ということで、まあ、初心者さん向けっていうか、なんというか、まあ、このゲーム自体ね、まあ、出て日が浅いんで、まあ、自分もなんかめちゃくちゃ詳しいかって言われたら全くそんなことはないんで、まあ、上からバンバン言っていける身分ではないんですけど、まあ、個人的にね、まあ、気づいた点を、まあ、こうかいつまんで言ってあげたらいいかなと思っております。でまず、まあ、今回の動画の趣旨なんですけど、まあ、どのモードやった方がやりやすいかみたいな。はい、まあ、基本的にクイックマッチとトーナメントがありますよね。まあ、トーナメントはまあもうちょっとその中級者ぐらいになってからやる人がね多々いると思いますが、じゃあクイックマッチで、こちらのコインダッシュ と、クイックキャッシュかな、まあ、どっちやった方がいいのかみたいな話なんですけど、まあ、個人的にはね、このコインダッシュよりは、まあ、初めのうちはクイックキャッシュかなをやった方がいいと思います。で今回ね、まあ、2戦やっていきます。まあ、初めはこちらのね、コインダッシュやっていきますが、じゃあこのコインダッシュのどこが難しいかっていうと、まあ、ノラの方との連携がちょっと取りづらいんじゃないかなと思っております。拠点がもうバラ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 動くでしょ、こちらのコインダッシュは。でもあっち行ってこっち行ってして、でさらに、まあ、お金もね、まあ、その大体2拠点湧くのかな。初めのうちは1拠点で、まあ、こうノラの人もねそこに固まってくれるかもしれないけど、いろいろ行動してると、まあ、光線とかその入金とかそういうもろもろの動作の中で、まあ、各々がどういう行動をしたいかっていうのは、VC 使わずにこう意思疎通するっていうのはね、まあ、無理とは言わないけど、まあ、お互い結構分かってる人同士じゃないと難しいと思います。うん、まあ、要約すると拠点が結構ね動いて、ノラの人と自分のやりたいことがこう食い違ったりしてってなると、やっぱこう連携取りづらいよねっていう感じですね。はい、まあとりあえず1戦目、こちらのねコインダッシュやっていこうかなと思っております。ただまあ連携取れたらね、こちらのコインダッシュの方がやりやすいと思います。言うてまず敵が4部隊だから光線頻度、まあ必然的に多いし、でさっきも言ったけど、こうバラバラ敵が、まあ、自分がね敵がっていうか自分が動いちゃうってことは、まあ、敵もねそう分散しちゃうことがあるわけです。でそんな中で VC とか味方と連携と、まあ、格好撃破でしていくみたいなっていう行動も取りやすいと思いますから、まあ最低でもフレンドの方と1人、ね、パーティー組めるならこちらのコインダッシュかなり面白いかもしれません。まあまあ、確率は低いですけど、まあ、その野良の人と神連携みたいなのが取れたらね、それもまた行きようかなと思っております。お、エイムどこ行った、ちょっと待って、あ、違う、了解。はい、まあそんなこんなでね、うん、まあどちらかといえばコインダッシュは、まあ、クイックキャッシュやってある程度なんかこう雰囲気つかめてからやった方がいいかなみたいな感じの印象ですね。うん、 OK。まあ、とりあえず、一旦隠れて、オートヒ、おお、ありがたい。うん、まあ、今のところね、この味方さん、結構、その固まってるというか、まあ、連携できて、動けてると思いますが、そのうちちょっとね、バラバラしてくると思います。これ、野良でやってるんで、分隊、VC もなく、うん、まあ、野良 VC つけるっていうのも手だと思いますが、さすがにちょっとめんどくさいな。あと変なやつに絡まれたら嫌やし、これ重要。はい、まあそんないないと思うけど、いやいやでもどうだろうか分かんねえ。出たばっかだから、なんかこう動物園みたいになるかもしれない。これ追っていけるか、2人なのが気になる。おっと、終わってしまった2位か。はい、まあこんな感じでね、まあ、光線頻度が多くてコインダッシュは面白いんですが、まあ、ちょっと拠点がめっちゃ動いたりして野良の人とね、まあ連携が取りづらいということで、まあいいや。はい、じゃあ次ね、クイックキャッシュやっていきましょう。はい、じゃあこちらクイックキャッシュやっていきましょう。個人的に激推しモードです。あ、その理由も説明していきます、おいおいね。はい、じゃあとりあえずどうぞ。はい、こちらですね。今ねちょっと金庫を敵に取られて、それをキャッシュアウト、まあ、されてしまったんで、まあ、そのキャッシュアウト完了を阻止するって感じの状況ですね。でそういう状況になったらもう拠点は動きません。うん、つまり金庫を拾って、まあ、どれかのチームがそのキャッシュアウトにその金庫をぶち込んだら、
もうそこから拠点は動かないわけです。まあ、拠点が動かないから、まあ、その周りだけにしかその交際範囲っていうのは発生しませんよね。だからコインダッシュみたいに至る所走り回ってそのなんかコイン集めなきゃならないで、ノラとの連携もままならないみたいな状況と違って、もうその拠点に敵も味方も集まってくるから連携がすごい取りやすいし、敵の動きもねある程度、まあ、予想はできる。完全に予想はちょっと俺できないけど、つまりその拠点の周りの建築物、まあ、もしくは地形に対してだけ注意を払えばいいから結構ね立ち回りやすいです、でそこに対してだけ味方も集まってくるんで、必然的に野良の人とねその連携っていうのも、まあコインダッシュの忙しさに比べればだいぶね緩やかにできます。はい、でここ金庫が取られてるでしょ。あ、ちょっとやばそう。じゃあ一旦引きます。はい、まあ、この金庫が取られてる状況も同じですね。金庫が解除されるまでそのまあ敵は守る、まあ今の状況ね。で俺たちが奪う、まあ、攻撃と防衛っていうのがしっかり区別されてるんで、その BF とかコッドみたいな FPS をメインにやってこられた方でもねかなりやりやすいと思います。こちらのモードはどちらかブレックスルーっす、 BF の。はいはい、この状況もそうですね。あの金庫を取りたいから敵も味方もそこに集まってくる、ゆえにまあ交戦しやすい、味方と連携も取りやすい、こんな感じで、はい、やりやすいですね。ちょっとやばいか、ちょっとやばいなこれ。あ、回り込んできやがったなこれ。タブタイか、これ逃げられるか。いや無理だな、もう戦うわ、一人でも道ずれず。ちょっと待てよ、ガチシンが一人、オッケー、もう一人だけでも、あ、沼った。まあこんな感じでね、コインダッシュよりも一部隊少ないですけど、交戦頻度は結構負けてないですよ。さあ今度はオレンジのチームに、まあその金庫取られてキャッシュアウトされちゃいました。でキャッシュアウトが完全に完了するまでそれを阻止しにね拠点に向かいます。はい、拠点は1個だけです。で味方も敵も多分ここにずっと集まってきます。上に交戦頻度も多くて味方との連携も取りやすいということですね。はい、さあただし地形がどうなっているのか、むやみに突っ込めば、あ、入り口にジャンプパッド、まあこういう感じでね、まあ、敵さんも防衛する側も割と、まあ、こそぐにトラップ仕掛けたりしますね。まあ、それを打開する楽しみっていうのもあります。こっちから行ける、ここにもジャンパーかよ、めんどくさいな。あ、これだ、ナイス、頑張れ頑張れ、俺のウィングマンではない、357マグナム、あと一発ぐらいでしょ言うて。ナイス、あ、銀行おとり戦法、銀行ぶん投げておとり全然引っかからないでいい、戦闘がしたいと。バーサーカーですな。行ってこい。よっしゃいい。でさあ、あれは頭一発、胴体一発でやったかな。ただし、もう一人いる。ダメだね。全然金庫に引っかからねえ。ちょっとやらさせて、OK。さあ、襲ってきた部隊は壊滅させたんで、まあ、金庫持って逃げましょう。で金庫もね、たまにこうやってぶん投げてあげるとね、まあ、その位置バレしにくいっていうか、まあ、ずっと持って走ってると位置バレちゃうんで。たまにぶん投げて、その、まあ、かく乱というか、まあ、そういう姑息な感じで立ち回ることをお勧めします。はい。で、上に投げて、で、これ拠点、まあ、D かな、あれ。D が多分上にあるんで、拠点はね、基本的に高い方が守りやすいんで、あっち行きましょう。D、左上ね。なんかいないぞ、右前いなかった、今。なんかチラッと見えたよ。味方も撃ってるね、俺。いるわ。いらっしゃい。あれ？ギリギリ。耐えるね、オッケー。さあやって、で、あ、これ味方 D 持ってってくれるかな。はい、こんな感じで、なんかね、こう拠点がもう固定されてるから、野良の人も俺の意図汲み取りやすいわけですよ。で俺が一旦金庫離して、で、まあ敵をやりに行って、でその間にこのヘビーの人が D にぶち込んでくれた、まあ、こんな感じでね、その拠点が固定されてるんで非常に連携が取りやすいです。はいていうかナイスだな、今のヘビーの人間やりますね。さあこんだけ上取ったらそりゃ守りやすいよ、打ち下ろすだけだもん、完璧。あー、さすがになんかこう敵さんも対策してきたな。ちょっとやりに行こうか、半分以下のはずやれる、 OK。 さああともうちょっとで取れる、ただし味方が1人くたばっております。
出がちの敵当たらないか。ちょっと待てよ、弾速がよくわからない。弾速あるんかなこのゲーム。ヒットスキャンじゃないよね。オッケー、まあとりあえず一人やって回収しよう。やべえセントリーだ。ただこれもうちょっと取れねえか。よっしゃいい、オッケーてな感じでね、かなり熱くなれます。ただまあ連携取れるなら正直コインダッシュの方がなんかこういいような気もするけど、いやあの VC でパーティー組んで、ってなったらコインダッシュの方がいいかもしれないですけど、まあどれ野良でやる分には多分こっちの方がいいと思う。クッキャッシュの方が。では、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。